にちは、シエルです。今日は私のお家のルームツアーということでお部屋紹介をしていきます。この家はですね、2DK の広さなんですが、3DK あるぐらいの結構広め、そして防音ルーム完備というちょっと変わった感じのお部屋です。実況はシエルでお届けしていきます。はい、こちらは玄関です。玄関にはですね、私のマジックの仕事用のキャリーケースが置いてありまして、これは海外旅行1週間行くぐらいの結構大きなものなんですが、ちょうどハマるスペースがあったので、ここにキャリーケースをいつも置いてあります。ぴったりじゃないですかね。これたまたまなんですけど、そして奥には小さめのキャリーもあります。はい、そしてこちらがシューズの収納棚ですね。結構大きくてかなり中はスカスカです。はい、そしてですね、玄関入ってすぐの廊下にレストルーム、トイレがあります。はい、こちらはですね、上の方に、ちょっとした収納の棚があって、で一応新築なので、綺麗なトイレが置いてあります。はい、問題はですね、棚の位置が高すぎて私身長的に届かない問題というね。はい、なので何か取り出す時に三脚を使わなきゃいけないという。で、扉が途中から自動で閉まります。はい、そして廊下を抜けて扉を開けるとリビングと言いたいところですが、ここがダイニングキッチンですね。はい、この中にね、キッチンも入っています。で、普段私家にいる時はこんな感じで、パソコンをねカタカタとやっている時間が長いので、家にいる時ほぼこの部屋にいますね。で、このお部屋自体は8畳ぐらいの広さで、こんな感じで上におしゃれな照明がついています。で、椅子とテーブルが置いてある感じで、このね、テーブルは吉祥寺で買ったんですけど、リアルスタイルという家具屋さんで、テーブルが8万円、椅子が1つ4万円で、合計ね、16万円で購入しました。で、私コーヒー大好きなんで、コーヒーメーカーが向かいに置いてあって、この辺りがキッチンなので、キッチン用品がずらりと並んでる感じですね。で、ガスコンロは2つ。本当は3つ欲しかったんですけど、2つでした。で、ちょっと調味料がいくつかありの、で、右に見えるピンク色と水色のはダイソーで買った水を吸収する板みたいなやつを引いて食器をいつも乾かしてます。で、冷蔵庫は東芝のもので、これも最近買ったばかりなんですけど、ラブマジック、手をかざすと扉が開きます。はい、なのに私はね、どうも普通に開ける癖がついているのでね、これが役に立ってるか分かりません。その右奥に行くと、こちらが洗面台ですね。はい、そしてこちらの三面鏡鏡の裏には私のスキンケア商品が並んでいます。先日スキンケア SK2 使ってますっていう動画も出したので、よかったらそちらも見てください。フェイスマスクはルルルンですね。で、コンタクト、私ね、カラコンとか使ってなくて、普通に目が悪い人用のクリアなものです。はい、こんな感じですね。朝はいつもここでバタバタと支度をしています。はい、そしてここにお風呂があります。お風呂の中はこんな感じで、洗顔とか、シャンプーとかが置いてあって、お風呂も新築なので綺麗なものです。はい、洗顔は SK2 だったり、あとシャンプーとかは結構ドラッグストアで買えるようなものを使っています。はい、お風呂場の鏡ってなんですぐ汚くなるんでしょうか。拭いても汚い。そして洗面台の横には洗濯機、こちらドラム式のもので、メーカーはパナソニックです。これは乾燥機付きなんですけども、私ね、洗濯は干しません。毎日乾燥機、そんな感じで洗濯をしてます。それでタオルがありの、ドライヤーはパナソニックのものです。これはお肌にもいいと言われている除湿力が高めのドライヤーを使っています。はい、で洗濯とかはね、いつも朝やります。朝回して乾かすところまで3、4時間かかってる感じですかね。はい、そしてここからは防音の部屋になります。まずはこちら重い扉を開けて、約5畳ぐらいのスペースかな、ここシアタールームとして使っています。私海外ドラマがすごい大好きなので DVD をコレクションしています。で、いつもこのねソファーに座って、
まあ、海外ドラマだったり映画を楽しんでいる感じです。でこの DVD 自体は全部で4000本集めていて、私はマイツタヤと呼んでいます。はい、海外ドラマをね10年かけて集めました。はい、最近はちょっと増えてないんですが、はい。そしてこちらはソニーのテレビで、お値段40万円ぐらいしたかな当時で、これはねスピーカーが内蔵されているので音もめちゃくちゃいいです。でまあテレビの横にもちょっと小さめのラックが置いてあります。はい、まあ、これね横幅は150センチぐらいで、私の身長と同じぐらいの結構大きなテレビです。でそのテレビの下、テレビ台の中には DVD プレイヤーが入っていて、まあ、ブルーレイや DVD を見ています。はい、まあ、いつもこんな感じですね。まあ、ゆっくりできるときは、まあ、こんな感じでソファーに座って爆音でドラマや映画を楽しみます。ダイニングキッチンのあのパソコンでね、普通に Netflix とか見てることも多いかな。はい、でこんな感じでちょっと端の方にゲーム機が置いてあります。 Nintendo Switch、 実はちょっとゲーム実況やろうと思ってね、機材を買ったものの接続が未だにできていないというね、こんな感じです。で実はこの防音の部屋かなり広くて、もう一部屋あります。こちらはね10畳ぐらいの広さで、もともと撮影部屋として使っていました。使っていましたということで過去形なんですが、これ見てください、上の照明あっちゃこっちゃ向いてるじゃないですか。実はこれね、この照明がねなかなか撮影するには厄介で、顔に影が入っちゃうんだよね。物もそうなんですけど、そう、その影がねちょっとどうしてもできちゃうということで、ここでの撮影がもうねなくなりました。あのなので私はね YouTube の撮影とかももうね、あのダイニングキッチンのあのスペースでやるようになったんで、ちょっとおしゃれ照明厄介だなとこの部屋に引っ越してきて気づきましたね。はい、いろいろ学びですね。はい、そしてここにね大きな収納のクローゼットがあります。はい、この中をね、まあ私職業マジシャンということでマジック道具が置いてあります。この中はちょっと秘密の道具がたくさんあるのでお見せできません。はい、若干モザイクでお許しくださいという感じなんですが、ここね寝れるぐらいのスペースがあるので2畳ぐらいあるかな、結構広めの収納ですね。マジシャンは荷物が多いから、まあこういうスペースはありがたいね、なんですけど中が見せれなくて申し訳ないです。はい、見えちゃいけないものはいろいろあるのでこんな感じになってしまいました。はい、そして防音ルームを抜けるとこちらがベッドルームです。ここはだいたい8畳くらいあるかな。で、まあベッドはね、この間マットレス見てあれしたんだけど、ドリームベッドっていうメーカーだったかな、もう 4,5 年前に買ったものだから忘れちゃいました。まあ私なんかやっぱ家具買うときに白いもの買う癖があって、まあ、ベッドも白ですね。でこの部屋にもクローゼットがあって、でまあお洋服ですね、まあ、私服とあとマジシャン用の衣装などがかかっています。先日断捨離をしたのでかなり減りました。はい、よかったら断捨離動画も見てください。はい、というわけで私のお部屋紹介ルームツアーの動画でした。今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。実況シエルでお届けしました。それではまた。